さあ今日のスタメン、まずホームの岡山です。ゴールキーパーが梅田、そしてディフェンスラインはカバンの井上、阿部、宮崎と入ります。ボランチは2枚でパウリーニョと白井、そして右に石毛、左が徳本です。ツートップはミッチェル・デュークと上条。そして今日のベンチメンバーには13年間在籍して今シーズンで契約満了となる椎名の名前もあります。さあ変わりましてアウェーの千葉です。こちらは2人変わりました。ゴールキーパーが新井翔太、ディフェンスライン今日は高橋、チャンミンギュ、鈴木と予想しました。ボランチ2枚は田口と小林、右に福光、左が末吉です。今日はワントップ桜川で車道の位置にサウダーニャとミキ。さあそしてボールを奪って今度は徳本が持っていきます。徳本が運んでいって、さあスノーダー、上条にボールが行こうというところでしたけれども、ゴールキーパーが新井です。こちらかにこう合わせてきそうですけど、桜川が190センチ、サウダーニャは185センチ。さあ狙っていきます、ワンバウンドのボール、重視して少し無回転気味で落として、はい、まあ、キーパーの前で、そして福光中にもう一度戻してきて、田口がワンタッチで前に、さあこううまくつないでくる。福光中を見る桜川もいますが、どうだ、狙ってきてゴールキーパーの梅田がこれをクリアしていきます。最後も、サイドに持っていってサウダーニャ選手、左キッキーターンして、はい、千葉がこのセカンドを奪おうかという場面が多く見られます。さあチャンスを迎えている、これふわっと浮かせたボール、どうだ、落としていって、さあシュートを打っていく、どうだ、決まった、決めたのは末吉。セットプレーからまず先制点を挙げましたのがジェフユナイテッド千葉。ちょっとコースが変わりました、選手の、そうですね、徳本選手ですかね、最後滑ったのは、それでコースが変わってね、さすがの梅田選手もね、ちょっと反応はできなかったですね。さあ前半のアディショナルタイムに入っています。中に入れてきて、そのボールどうだ、ニアで合わせていってデュークなんですけれども、田口が浮かせたボールキープ、弾いてもう一度シュートを狙ってくる、どうだ、決まっているか、押し込んだ千葉、2点目、最後に決めていきました。最後はそうですね、一度ね、徳本選手もクリアしたんですけども、ここですね、そうなんですよね、最後は桜川、そうですね、桜川選手にちょうどクリアしたボールが当たってね、センター入れてきて、さあヘディングで合わせていきましたけれども、鈴木選手ですね、そうですね、石毛、上条、このボールを奪う、さあ縦に出してつけていくが、体を当てて、強いですね、しかしサウダーニャもまだ強い。これフリーになって逆サイドから選手が上がってきていますが、狙ってくるキーパー梅田、そして中に合わせていった、決めました、3点目、39番のミキ、はい、ゴール前詰めていましたね。いやー、綺麗に最後はこの39番のミキが合わせました。今シーズンこれが14得点目、はい、ところがあってもいいのかなとは思いますけどね。石毛が上条、上条を狙っていく、ゴールキーパーの新井の正面でした、破られてというところもありました。さあこのスペースを使って木村中に、シュートを狙っていきましたが枠を捉えきることができませんでした。さあセカンドを奪いたいところ阿部、そしてリューク、イオンジェ前にいますが後ろから、そして田口、まだイオンジェ持っていってシュートだー、決まった、イオンジェ1点返した、3対1、後半のアディショナルタイム、決めました、一瞬ね、こう、はい、千葉のディフェンスラインで転びが出たところ、
逃さずにね。ちょうどこの地元のファンサポーター、大きな手拍子、そして大きな旗も見られます。椎名選手も上がってきましたね、上がってきましたね。ゴールキーパーの椎名曲がってきた。さあどうだ、決まったか、クロスバー。さあセカンドソロ、今も惜しいチャンス。ここで長い笛、試合終了。最後はこのゴールキーパーの椎名曲がってきたんですが、千葉ゴールに迫った岡山なんですが、最後はクロスバー。お互いにこの最終戦、最後まで足が止まることはありませんでした。そして両チームの選手がその健闘を称え合って、ポンポーンとその相手の肩を叩き合うというシーンも見られますが、3対1、アウェーのジェフユナイテッド千葉が最終戦3対1で勝利して、勝ち点3で締めくくったゲームでした。